愛岡千カは、日本の女優、ナレーター、コスプレパフォーマー。大分県大分市出身。身長153センチメートル。大分県出身。ミュージカル、青い鳥の主演に選ばれて、舞台デビュー。カレッジ卒業後、人形館の主人公、春の子を演じる。2009年10月に、ボム、エスラントのリーダー兼ギターのアツシに声をかけられ、ボーカルとして加入。 2010年3月には自主制作ではあるが、レコ発ツアーを成功させ、2010年10月13日に UK レコーズよりインディーズデビューとなるアルバムを発売した。2015年5月にコスプレアイドル活動開始。秋はドラッグカフェを中心に活動中。同年8月にはショールーム配信をスタートし、9月からはソロでアイドル活動を開始。初並区のコスプレで、 ライブ活動をしている。小学5年生の時、友達に誘われて、坂の少年少女が圧勝団に入団。中学に入り、以前から興味のあったギターを始める。高校に入り、バンドを組むが卒業と同時に解散。高校卒業後、渡辺エンターテインメントカレッジに通い芝居の勉強をする。在学中から、現在もフリーの舞台女優として舞台に立ち続けている。 世界大会のイマージェニザ・ミュージック・フェスティバル2010日本予選では渋谷をイーストで行われた決勝戦まで勝ち残った。その後、初のアルバムクイーン・オブ・ザ・ロックを発売するも結成1年弱でバンドを解散。ありがとうございます。